日本中国地方山陽地方岡山県倉敷市、小島地域号内号内は、岡山県倉敷市小島地域にある地区である。かつての小島軍号内村の内上松を除いた区域に相当し、林、串田、蘇原、福江、小原、君からなる。本校では、小島軍号内村についても述べる。中世に存在した荘園の小林省の否定地である。 その後、福岡とも呼ばれた。また、地場産業として、骨のが有名である。さらに、当地中心部は、近世に、熊野神社、五流村田基院の門前町として栄え、和新熊野とも呼ばれた。倉敷市立郷内小学校、郷内中学校の学区とほぼ同じである。小島地域の最北部に位置し、小島半島の中央部に近い。 倉敷市小島地域の北部に位置し、中央に倉敷川に合流し小島湖に注ぐ、郷内川が流れ、南を、床山、北を、種松山に囲まれた盆地に、約8800人が居住する。地区のすぐ南側には、湯戸木山がある。地区内を、郷内川が、南から北へ、その後東へ流域を変え、東地区東部にて倉敷川と合流する。当地は、 水島地域、倉敷地域に隣接する場所であり、また東方向の茶屋町地区、林島町、岡山市南区西部などとをつなぐ、幹線道路が造成され、それらの結節点にあたる、道路交通の要衝である。それに伴い、もともと農村地であったエリア西部の旧、福岡村域は、幹線道路沿いにロードサイド店が増え、さらに宅地も多く造成され、 様子が一変し、人口や交通量が増加した。水島地域との境界地には、瀬戸中央自動車道の水島インターチェンジがある。その一方で、エリア西部の旧君蘇行機は、一部平野部で宅地化が進行しているものの、多くは今も農地が多い。鉄道路線は大正から昭和中期にかけて、下津井電鉄線があり、駅もあったが、 1972年に廃止となって、以降は存在していなかった。その後瀬戸大橋開業により、新たに JR 西日本の木見駅が開業している。江戸後期から明治頃まで、小倉織、及び稚田紐の一大産地であり、備前小倉式と呼ばれた。現代においては、主に農業が、主産業であったが、小島軍の田ち区同様に、繊維産業も多く、骨の、 年始、織物などが製造される。これは、かつての備前小倉式の技術が活かされている。明治初期まで、小島軍林村、串田村、ソ原村、福江村、大原村、君村であったが、明治11年に林村、串田村、ソ原村、福江村が合併指導軍林村を新設した。同22年には、町村政志向に伴い、君村、大原村、 山村が合併し、君村を新設。さらに林村は、福岡村へ改称する。同三十九年には、福岡村、君村のうちの君、小原、道群彦崎村のうちの上松が合併し、道群郷内村を新設することとなった。昭和になり、昭和三十四年に、郷内村のうち、上松を除く地区が、小島市へ、編入合併した。その後、 昭和42年2月1日に、現行の倉敷市になり、現在へ至っている。なお地区内には、中小の神社仏閣が多数点在する。熊野神社アリミネ山の西側、天満山東北側に位置する平野部で、中央を郷内側が北流している。郷内の中枢的な地区であり、かつては郷内村役場が置かれ、現在も郷内公民館。 郷内市民サービスコーナーや郷内郵便局などが置かれている。北端部を東西に岡山県道21号線、中央部を南北に郷内側に沿うように県道62号線が通過しており、幹線道路沿いには企業やロードサイド型の店舗が立地する。他にも平野部は宅地化が徐々に進行しており、農地と新興住宅地が混在している。 林の中心的集落は、熊野神社、五流村田木院の門前町であった。林は、古くから発達した集落で、和名省に、記載のある古代里である、小島郡小島里の中枢地域であったと言われる。現在の地名である、郷内は、この小島里に属していたとされることに由来している。中世になると小林省と呼ばれる荘園が存在した。 神戸古漢州に、A61 年10月26日、熊野十二所権限に出した、毛利照元、元なり連所金星に、新寮三家村の一つに、林将とあることなどから、現地名は小林将の、衣装であるとされる。また701年に、木の国の熊野権限が、当地東部の丘陵上に誕生され、さらには、修元道元山派の総本山。 五竜村滝院も創建されている。1221年に、来仁氏新能が島流しに会い、御事滝院内で死去した。その後、当地の領事者を中心とした、主言土は、流星を極め、領事者の麓には、門前町が形成され、三景者でにぎわった。また、当地は新熊野の通称でも呼ばれるようになる。この町が、現在の林。 および郷内の中心地の大元となっている。応仁の乱が起こると、その派生的に、主元道館の騒乱が勃発。当地の主元道諸施設がある丘陵が全焼する、三事となった。後に再建され、前世紀ほどではないにせよ、当地において、主元道が栄えた。江戸時代、池田泉旧地と、熊野権原陵の愛旧地であった。現画三年の、 小島軍物成町には林村は、国高二国余りの記載がある。また、同元年の清田八幡神社の上吹き祭公名札に林村の名がある。小法郷町では、国高千百八十余り、備え容器では、枝村として、熊坂村を記している。熊坂は、現在、天満山登録にあり、熊坂、鎌跡群遺跡がある。また、 共放6年の記録として、田畑77町9単余り、池18カ所、焼かず145件、人口892人、他に、大岩寺山伏げらいとして、焼かず46件、203人としている。文化年間の岡山半量手鏡では、熊のゴン領量160国、自家公1812国余りで、 池田泉9地五56町7貫余り、池8カ所、戸井31カ所、井戸95カ所、石橋7カ所、生麦倉1軒、焼数百175軒、人口840人、神社5社26人、寺一鎮、牛47頭、漁師1人、荒野2軒、鍛冶屋1軒、家第5軒、小引き3軒、桶屋1軒、他に一山として、 山伏のやかず45件153人を挙げている。群中手習い書衣装紙の記では、漢文8年に岡山藩が設けた12の手習い書の一つが、林村内に設けられ、11歳から14歳までの7人が学んでいるという記載がある。撮影用録では、教法17年に君村との山論があったことや、文化11年に、当村の苦労継ぎという人物が、 国産アクアマリン、京都売りさばき座元を願い出たことなどが記されている。明治になると、修験道が禁止され、熊野権現は、神道の熊野神社、五流村大金などの諸人は、天台宗の寺院となり、門前町も産経舎の減少により衰退した。大正2年、下津井京弁鉄道が開業し、当地内に林駅ができた。門前以外の場所は、農業が、 主産業であったが、現代になると、年始、織物などの繊維産業も盛んとなる。明治前期以前は、小島郡、串田村であった。郷内の最北部に位置し、東は上松、北は富士と、南は林、西は蘇原に接する。田根松山の南東六にあたり、郷内川沿いに続く南北に長い地区である。旧コンピラ往来が、南北に縦断している。 古くは、串田とも表記されていたようで、元永元年の清田八万神社の上吹祭最高胸札には、串田村とある。江戸時代になると、倉入地となり、慶長9年の県地町では、田16町余り、国高283国余り、畑8町余り、国高109国余りであった。また、京方6年の倉入地業、高村文町では、 自家公434国余りで、稲葉スケゴロを旧地となり、領地が変わっている。備え置きでは、同年の田畑は24町5単余り、池9箇所、屋数41件、人口279人とある。文化年間の、岡山藩領手鏡では、再び蔵入地となっており、国高348国余り、自家公434国余り、田16町余り。 畑八丁二単余り、池八箇所、都井十四箇所、井戸七箇所、石橋二箇所、八数六十三軒、人口二百六十六人、牛二十五頭、寺一鎮、大工四軒、火屋一軒としている。諸後要留町には、安政四年には、小倉木二十二期、砂田木一期、木綿木四期があり十二人が従事しているとあり、郷内地内の周辺地同様に小倉織や、 真田ひもをはじめとする繊維業が盛んであった。幕末の当村の名主で、明治には当村古町を務めた山本昭三は、改正総代として、地租改正反対闘争を指揮した。当地にある城山には微光山城市があり、備え置きによれば、元気3年に、毛利氏が築城し、本丸は15県の10件で、天正17年に落城した。 また当地にある、沿岸集落は、源平清水期末期42に、沙り市冬戸伊次郎サメヒラ、沿岸に、渡瀬を求めて、安屋五十余期折津市とあるように、八島を目指して落ち延びる地であったことに由来している。明治前期以前は、小島郡、蘇原村と称していた。種松山の南東六二一市、南は福江、東は串田、林、西は広江に接する。 郷内の北西端の地区である。清田八幡神社の応援29年の修造胸札をはじめ、以後の胸札にも、同社の所在を小林省蘇原村としている。また、神戸古漢州に、a 十1年10月26日、熊野十二所言限に出した、森照元、元なり連所金星に、新領三家村の一つに、蘇原省とある。江戸時代は、 愛休地で、池田と次郎旧地と、浅野瀬兵衛休地、さらには、倉乳地が領有した。昭法郷町では、国高277国余り。備え王きには、共放6年の記録として、倉入地業、高村文町では、国高339国余りで、そのうち149国余りが、池田と次郎旧地、67国余りが、浅野瀬兵衛休地。 残りは蔵入りであったと記載され、前述の三両の合計で、同年の田畑は二十町三単余り、池十三箇所、焼数六十六件、人口三百七十七人としている。文化年間の岡山藩量手鏡では、国高二百七十七国余り、地下高三百三十九国余りで、前述の三両の合計で、田十六町二単、畑四町二単余り、 池、池戸井、井戸各13箇所、屋数70軒、人口321人、神社一社、寺一鎮、牛28頭、小引き3軒、荒野、日屋各1軒とある。幕末には、周辺地域と同様に、備前小倉式が流盛を極め、当地から小倉商人が2人出ていることが、小倉トや屋一条手続きに記されている。エリア北東の山裾に、信言、 総室無老派一等がある。備えを国史では、古くは五国寺、の自由難院と称したとしている。また、札影用録に収められた、遠方二年の寺社員数帳には、新熊野山福寿寺自由難院とある。同時は、江戸時代に、南隣の福江を領有した。教法三年に、現在の寺名に改めたとされる。明治前期以前は、 小島郡福江村と称した。福南山の北陸にある地区で、古くは、富士都海峡がこの辺りまで入り込み、入り江となっていた。周辺に福岡という地名があり、福岡の入り江に由来して、福江と称するようになったと言われる。江戸時代は、池田泉旧地及び蘇原村内にある一等寺領の、愛旧地であった。キビオンコ地震では田畑23町単。 やかず51件、人口406人を挙げている。福南山とその西方にある正面山の間の峠道を熊野道と言い,い、現在は地方主要道県道21号線がこれをもとに造成されている。熊野道は明治初期までは小島中心部へ連絡する用路でありながら福江村から冷えた村まで人家はほとんどなく難路とされた。 数少ない家の名残として、冷えたに、茶屋、福江に三軒者屋の字が現存している。また、熊野道の石像地像菩薩座像は、岡山県の重要文化財に指定されている。大正2年、下津池弁鉄道が前述の熊野道沿いに、開業し、当地内に、福田駅ができた。また、昭和63年、瀬戸大橋が開通すると、 水島インターチェンジが完成。福大器、水島インターとも、水島地内ではないが、水島の最寄りのものであるため、その名がついている。その他、前述の岡山県道21号線と道62号線が当地で交差し、道路交通の要衝となっている。そのため福江流通団地が造成された。明治前期までは、小島郡、君村であった。 西に林、南に小原、東に床と狭間川、北に彦崎と接する。また、北には、有峰山、西に、福南山やタコラ山などの山地に囲まれる。江戸以前は、吉見の表記も併用されていたようで、清田八幡神社の元の元年の、上吹祭公村札には、吉見村とある。備前期には古く穴の道伽藍を備えた昇降寺という、 寺院があったする。また、君は、小島光徳の出生地で、墓所であるという説がある。北部の寺内集落には、後鳥羽上皇の御子である、来一志神皇の墓と伝えられる、五輪塔がある。備え王国史によれば、上級の乱の後、小島へ移送され、五流村田基院にたどり着き、そこで没死、諸教寺に葬られたと伝わる。江戸時代、昭法号庁では、 国高は681国余りとし、また枝村として畑村を記している。備えい大きに、教法6年の記録として、田畑48町一旦余り、池7カ所、焼かず131軒、人口774人としている。また、明和5年の、御用流各町には、焼かず152軒、前年の出生は29人、合亀10本とある。さらに、 四国変路に6月28日にで、8月9日頃に、既存、また、伊勢山宮に7月15日にで、8月1日に、既存のガムウェがあり、池川武神を秋に行ったとの記録がある。文化年間の、岡山半領手鏡では、君村は、池田泉の旧地であったとし、国高681国余り、自家高1097国余り。 三十六町七胆余り、畑十町九胆余り、池九箇所、都井十六箇所、井戸六箇所、石橋、土橋各一箇所、屋数百六十五軒、人口八百十四人、寺一委員、牛七十一頭、馬二頭、漁師三人、荒野六軒とある。幕末に、荒術のお原と共に、小倉式が展開され、明治初期には、吉見村内で、小倉式、 サナダ織の職人が40人いることが、号内資料に記されている。また、初語用流町には、平十郎、竜五郎なる、小倉商人が、伊賀大阪売りを行い、年商500両から1000両の売り上げを上げるなどし、流星を極めた。昭和後期頃から、西部の平野部や山陸部を中心に、新興住宅地が増え、人口が増加。さらに、昭和63年には、 瀬戸大橋開通が開通に伴い、JR 西日本本市備山線が営業開始し、当地西部を南北に路線が通過し、岐駅が開業した。かつての小島郡、小原村。床山北方の谷間日市置し、床詣の北山道が通り、長石がある。江戸時代に、備前期、備え容器には、枝村として黒村が記されている。 江戸以前は、小原の表記も併用されていたようで、清田八幡神社の元年の、上吹き祭公名札には、小原村とあり、国高は325国余り。備え王きには、教法6年の記録では田畑24町6単、余り、池15箇所、や数102件、人口698人と記載されている。文化年間の、 岡山半寮手鏡によると、小原村は君村と同じく、池田泉の旧地であったとする。国高は三百二十五国余り、地下百八十七国余りで、田二十町余り、畑四町二貫余り、池二十五箇所、ト三十一箇所、おこおり方が前池トイ四箇所、井戸七箇所、石橋三箇所、焼かず130軒、人口七百五十人、寺一賃。 神社一社、牛九十一頭、漁師一人、荒野五軒を記している。幕末頃になると、小倉式が盛んになり、安政三年には、玄次郎、佐兵、佐一の三人の職人が、小倉煙国問屋を拝命し、大阪、尾張まで販路を伸ばすとともに、巨宅売りを行い、活躍したことを、諸語用流帳に記されている。また、明治十年頃には、 お原村内で40人が小倉、真田の知式を行っていることが、郷内村資料にある。昭和22年には、お原地内の黒谷集落の南西約600メートルの山腹より5本の銅剣が出土した。平型銅剣の1本には、トイの部分に銅鐸同様の巻き返し家紋が施されていた。平成24年9月末現在。 郷内地区を含む小島地域は倉敷 MA に属し、市外局番は086。これは倉敷市の他地域に加え、つく郡林島町及び岡山市南区の一部と共通となる。全域が倉敷郵便局の集配担当区域にあたる。郷内村に関するカテゴリー。ありがとうございます。